言ってないぞ。可愛い可愛い奥さんと可愛い可愛い彼女さんが隠して付き合ってた旦那に対して本当意味わからへんと思って、今日が初めて、まあ、旦那さんも、まあ、不倫された相手の方も踏まえて、まあ、全員で喋るっていう機会を今日作ったんで、あ、どうぞどうぞ。ちゃんと説明すんのか、全部。お父さん昔こんなんやったって、こんなんやってたやつ説明するんか。はい、どうも、ジャックボットです。今回なんですけど、今回依頼した経緯っていうのを説明してもらっていいですかね。今までの結婚3年で、なんか最初はやっぱり新婚で結構嫌なトラブルした感じで、残業とかを職場にいるんですけど、残業が迎えに来てくれたりとか、結構なんか優しい感じだったんですけど、最近ちょっとそういうのがなくなってきて、なんかこう、なんて言ったらいいかな、こう無関心っていうのが増えてきて、まあ、ちょっと優しさがなくなったっていうような感じなんですね。そうで、子供がいるんですけど、はい、生まれた時は結構子供の写真とかも結構撮ってくれてたりとか、こうツーショットとかも撮ってくれてたんですけど、最近それもなくなってきて。ちなみにお子さんっていうのは何歳なんですか？2歳になります。2歳8から10歳。こうハイハイを始めた時とか、こう嬉しそうに報告しても、あ、そうなんだみたいな、本当に興味ない感じになってきて、で一回その携帯の LINE 通知で女の子から連絡来てるのを見てしまって、その時は最初スルーしたんですけど、それを何回か見かけてから、あれもしかしてってなって、そっから不倫を疑い始めたっていう。そうです。で、最初はやっぱり信じなかったんですけど、気になってしょうがないので携帯に見ちゃったんですね。そしたら恋人との会話みたいな LINE がいっぱい出てきて、あ、これダメなやつだって思って、相手っていうのが地元の後輩で、旦那が前に付き合ってた彼女、うん、奥さんの地元の後輩ですか？あ、そうです。なんか友達の友達ぐらいで、向こうが私を知ってるかわかんないんですけど、私の中で見かけたこともあるしぐらいの関係になったんですけど、共通の人がおるっていう感じですかね。そうです、そうです。その子となんとかつながれないかなと思って連絡してみたんです。でそしたらその子は旦那と結婚してること知らなくて、どこまで無責任なんかなみたいな、結婚してるし子供もって、でそれを隠して若い子に手出して、いや何考えてるのか、でも子供のこと考えたらそんなクズでもお父さんがおった方がいいのかなとかいろいろ考えてしまって、今後どうしていくんかなこの人みたいな。クリーン相手になる方にはもう直接話はして連絡は取ったってことなんですね。あ、そうです、そうです。そこに対してはもう別に特にもう怒りとか、まあ向こうも騙されてた側っていうので、うん、怒りとか特にそういうのも今はもう収まったって感じなんですかね。あ、それはもうなんか隠してたし知らなかったんやったらしょうがないかなと思うんですけど、はい、本当になんかその隠して付き合ってた旦那に対して本当意味わからへんと思って、まあ、そこの旦那さんに対して、まあ、ある程度もう LINE のやり取りとかのスクショとかも撮ったりとかは全部証拠として残しておいてます。はい。で、まあ、今回もともとその依頼をもらってて、で、まあ、旦那さんに対して、まあ、ちょっと、まあ、普通にただただ話して終わらすんじゃなくて、まあ、何かしら罰を与えたいっていうので相談されたっていうことなんですね。そうですね。やり取りしてた時にシアタールームを用意してほしいみたいな感じのことを聞いたんですけど、ちょっとまあ、シアタールームちょっと急遽用意できなかったんで、ここ今借りてる部屋があるんですけど、ここに、旦那さんと今日お子さん預けてもらってるんですよね。で旦那さんとここの部屋に今日、まあ、来て、まあ、ちょっと一日ゆっくりしようかっていう感じでちょっと呼んでもらって、その相手の不倫されてた方は今日来てくれるっていう話。はい、そうです。それはコンタクトもちゃんと取れてるんですか？はい、もちろんです。今日
今日が初めて、まあ、旦那さんも、まあ、不倫された相手の方も踏まえて、まあ、全員で喋るっていう機会を今日作ったんで、そこで、まあ、何かしら話し合いして、で、まあ、旦那さんの態度とか見たり、これからのこととか聞いたりして、まあ、内容によっては、まあ、子供のことも考えたりとか、いろんなこと考えて、まあ、今回の一件は丸く収めようかなっていう感じで。そうです。とりあえずじゃ あのこの部屋に僕たち、カメラ仕掛けておくんで、で僕たちはまあ一旦モニタリングさせてもらうので、さすがにやばいなってなったらどっかのタイミングでは多分行かせてもらうんですけど、まあ、どういうふうに転ぼうが今日はまあスッキリしてまあ帰れるようにできたらなと思います。ありがとうございます。時間来たらちょっと一旦じゃ旦那さんと合流してきて、ここに誘導するっていう形でお願いします。はい、じゃそんな感じでやっていきます。はい、じゃあちょっと僕ら別場所でちょっとモニタリングして見ていきたいと思います。これが言ってたあれですね、不倫相手の方ですね。まあ不倫相手の方入ってきましたね。何？だから可愛い可愛い奥さんと可愛い可愛い彼女さんが。どういうこと？ちゃうやん。ちゃうやんって何が？何もちゃうくないよね。
何しました？呼ばれたんです。ただ呼ばれたかは察してもらってると思うんですが、説明してもらおうかな。いや奥さんから連絡もらってんけど、とりあえずやったけどさ、一旦帰ってもらっていい？元カノやからさ。そう、へえ、今カノじゃなくて。そうそう、そんなわけない。映像流してんで、これハメ撮りちゃん。やば。やばいな。ちょっと聞いてないっすね、これは僕らも。もう結構やばない。これ。やばいな。行こうか。これあかんわ。な、そろそろちょっと突撃します。子供なんてこういうことするものおかしい。するわけないやろうが。これはなんか悪ふざけやつ。違う違う違う。不倫はしてたんでしょ、結局。たまたま連絡来て、ちょっとそのなんかやり取りしただけですよ、それだけ。だから付き合ってたんやろって。意味わからんやつ来て、でカメラ撮られてて。お前まだ言うんかい。痛いが触んな。で、こんなまともな会話できるわけないやん。目見てしゃべる。いやもう怖い。なもういい。結婚や。3人は死ねます。